前回まで,です、ね、片山さんが作っている映画の話ばっかり聞いたんですけど、はい、今回は、えー、片山さんに、えー、いろいろ聞きたいのが片山さん、現役当時の、はい、えとヘルメット選びちょっと僕今、はい、そのデザインしている中でですね、はい、T シャツデザインしている中でちょっとヘルメットのことを改めてちょっと勉強させてもらいたいと思っています。 でえー、片山さんの、まあ、片山高澄でグーグルで検索するとですね、うん、片山さんが一番世界で VV ブブはしたときのです、ね、写真がやっぱり出てくるんですけど、はい、あの前なんか片山さんが初めてヘルメットのスポンサーがついたとき、うん、片山さん自身に、ね、スポンサーがついた時のヘルメットメーカーって散々1年走ってちょっとポンペンその話あのしてもらって。初めて契約した、はい スポンサーですよヘルメットメーカーフランスのねフランスの社名先行きましょうか社名なんてとこですアトラスっていうヘルメットメーカー今はもう完全にないよね忘れもしないわで、そのアトラスという会社と契約してアトラスと書いたヘルメットを一年つけて走ってで、契約金はあの年度末にもらうことになってたんだよね後払いだですね後払いだった多分向こうお金なかったんだね 年度末には会社がなくなってた <laughs> <laughs> それが初めてあの俺がヘルメットメーカーと契約したーヨーロッパに行ってもうじゃ海外行ってからですねそうね<ー>国内ではヘルメットメーカーとは契約してなかったはずやからねあ<ー>、うん、えっと片山さんが初めて自分で買ったヘルメットって、うんえっと、どういのこ えー、自動車用品屋さんで車屋さんで買うんですか車屋さん昔は部品用品屋さんっていうのは、はい、二輪専門館みたいのはなかったんけすなかったあ自動車部品用品屋さんがあのまあ,あ南海部品の小さなお店みたいな、うん、あのカストロール、うん、R40 や R30 とか、うん、当時は。 あの暇う的に、うんえー、混合オイルとして植物性のを使ってたからそういうあのカストロールを売っているお店で、はいえー、ヘルメットも置いてたからたそういうところで買ったメーカー覚えてます覚えてないねあじゃあどこのメーカーかもわからないぐらいの、うんうん、初めてあの使ったレースで使ったやつはね一応 MFJ のー 公認か何かがないといけないからしっかりした防体の値段も当時にすれば僕たちにすれば値が張った最初に買ったヘルメットはフルジェットあジェット型当時はね全部皆さんりかぶってたのよあおわん型のおわん型のがやはり8割9割主流でアメリカでギャリー・ニクソンとかが ジェッットトヘルメットをかぶって、えー、レースをしていたあ日本では h i s h i さんというホンダの、えーうん、レーシングライダーが、うん、あージェット型をかぶってたジェット型の場合は前にシールドをね、うん、つける、うん、まあその方が安心安全だから俺、うん、はジェット型を買ったフルフェースで走っている人はまだいなかった時代じゃないかな、うん、あそうですか、うん、71年はね でえー、すぐに72年になって、えー、ロードレースにもフルフェイスが、うんえー、導入し,はれし始めた、えー、そのきっかけは多分にヤマハが、うん、あ市販レーサーを世の中に出したタイミングと一緒でちょうどモータースポーツが、うん、ロードレースが書き盛んになる、うん、火種を作った。うん その時にあのベルのフルフェイスがあベルを、うん、あの随分とちまたでは有名になって<ー>、えー、まあ一番いいんだと言われながら、うん、あ,あの坊体は照英が下請けで作ってるんだとか<ー>なんかあ本当かは嘘かわからないような情報が入り混じる中で<ー>、うん、俺はフルフェイスで初めてかぶったのは、えー、木の実レーシングチームに入った時に。うん 片よしみさんが俺の当時のトレードマークであるく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 るっていう孫悟空みたいなデザインのアメリカのヘルメットを四輪のレースで商品で彼がいただいたものを「高角これお前にやるよ」って言ってサイズがちょうど M サイズでまあよしみさんも頭小さいし俺も小さかったからちょうどあったんで,でもらってでそれをかぶってレースをし始めた。 その関係で、えー、川つなぎも茶色にしたんじゃないかな多分ヘルメットに合わせたような気がするなあのその写真見たことあるような気がしますあの神戸市のマークみたいなのついてるやつでしょ、うん、<の>神戸市のマークをつけている茶色はね2種類あってねしみ、はいえー、さんにもらったヘルメットで1年近く走り、うんえー、多分、まあ、年に当時は56回転倒してたから。 練習含めて、ね、レースでは俺は転ばなかったんだレースでは転ばないライダーで練習中には予選も含めて転ぶことがあったんで、うん、そこで多分頭打ったんだろうね破損したんだと思うや、うん、気づいたから、うん、それで、えー、ベルを買った、うん、でベルに同じようなデザインで、うん、ちょっと色は薄くしたけども、うん、あのツナぎと合う色にして、うんえー、デザインをしたのが。 74年ぐらいまでは、うん、あのトレードマークでその、まあえっと、こう世界で活躍するレーシングライダーになってしまうとですよ、はいえー、もしかしたらその街乗りとかね、うん、そのノービスで走ってた頃は自分でこのヘルメットがいいこっちの方が安全性が高いからとかってチョイスできたけどだんだんこうそれこそ企業にとっては広告となっていくわけですよね。高、ね、と契約して、うん、うちのメーカーのこの服やこのヘルメット着用してもらうことで。 宣伝でればとさん逆にメーーカを選べななくるわけすよねまあそうだね契約するところの中でねその契約先のヘルメットかぶらざるを得ないわけじゃないですかまあその時にはそれがよしと思ってそのメーカーと契約するわけだからうんアトラスでしたっけああそうねフランスのねお金払ってくれんかったアトラスのあとどこのメーカーと契約次はイタリのナバがしたんでには。 もうチャンピオンになってたのかね<ー>だからあのタイマイ契約金をもらってまあその昔のねベルとか、うんうん、えヴィンテージヘルメットヴィンテージヘルメット屋さんがあるの知ってますか田山さん、うん、なんかねあるみたいねヴィンテージ専門のヘルメット屋さんですよ、うん、えっと安全性云々は多分言ったあかんねやろうけどね <laughs> <laughs> や,いや,やっぱりやっぱりねかっこええんすよ昔の棒タイプにちゃってなんか、ね、イメージあるよね、はい、雰囲気ある、うん、またみんな それ憧れててね、うん、今新品でヴィンテージ風に作ってるヘルメットがいっぱいありますから、ねあまあ、バイクもあるもんねあるから、うん、だからの片山さんがその、えっと、当時着用されてたレーシングスーツとか、うん、ヘルメットとかあって、うん、多分今かぶってもみんなにかっこいいと思われるヘルメットのデザインしてるんですよなるほどね、うん、でまあごめんなさいその後もヘルメットメーカーとの契約はしてるんですよね、うん、そうねもうねもチャンンピオン取った後は、えー、ナバと 12年したのかな、うん、それで照英、えー、さんとやっと出てくるんですねここで照英が、うん、その後はもうずっと照英だね<ー>、うん、どうですあのーまあ、当時の最先端のヘルメット照英のやつかぶってたわけじゃないですか、うんうん、で今の最先端のヘルメットかぶって、うん、なんかこう感覚とかってあります今のヘルメットって進化してるなとかまあダクトとかがね,ねたくさんついててあのー そんなにたくさんいるのかなって思うわけだね <laughs> 当時どうやったんですかそ今やったら風を通してとか空力がどうのとかってあるじゃないですかすごいあの今のものはよく考えてるよねあのエアの入り口と抜けまでね昔のものは窓は後ろとあの前にはあったけどもあの本当にそこに効率よくエアが入ってたのか <laughs>。うん そんなそれを開けたからといって涼しかった覚えはあんまりなかった気はするなそれから曇りやすかったしね今のはあの曇らないためのピンロックシートそうね二重のねあの内側につけるものがあるしね雨の日とかどんなんしてたんですか当時は当時は曇り止めを何重にも塗って30ぐらいに塗るのかなそれでもレース走ってる間持てへんでしょ 持たないねだから途中からちょっと開ける水滴がつくともうダメなんだよね水滴がつかないうちは曇り止めしてくれるんだけどあ雨の中走ってるのに水滴 <laughs> 巻き上がるしね山ちゃんはあの何年製のヘルメット買ったっていや昔ですよ昔に買ったやつが1969年製のベルの昔に買ったの最近買ったんじゃなくて10年ぐらい前に買いましたあそれでも それでも古いですよ、古フィンテージ買ったのね。はいはい、たなめちゃくちゃ高かった。お役の TX ーエックですけど。ジェ、ね、ジェットが。ジェットです。ジェットなんだ。ジェットで。あの一番、革は何色?。黒。お、黒なんだ。はい。はい、今も持ってるの?。持ってます。あ、そう。白。 白白の合体、はい。で黒のレーザーレーザーなんかなあれ当然リペアされてるやつですけどね中身はその白のヘルメットにラクアップしてやめてやめてってもうホンマですよもうあのヘルメットホルダーにもしバイクに行かれる時でもいやそんなのめちゃくちゃ気ぃ使いないそんなのパチッと切られて持っていかれるよ 僕の話はいいですかって言いましたそうかそんないいヘルメット買ったんだいや高かったでも安全性は一番低いですよねまあねのもありだうらね安全から入るライダーは最近は増えたんだろうけどももともとかっこいいからで乗るんで安全からだったバイクみたいな危ないの乗らない方がいいじゃないそうね まあだからこそその両立を求めるわけです僕らは。そうそうそう。あのライディングテクニックも含めてね。そうですね。危ないものを乗りこなす。まあ刀と一緒だね。だから刀あの刀がん生というこのライドが重要なんです。うん。というこ今週もはいありがとうございました。楽しかったね。ヘルメットね。また来週も。はい皆さんもあのマイヘルメット大事にしてください。大事にしてください。ではさようなら。